もう一つのバンスタアーカイブス。この時間は2020年11月8日に放送された丸ごと十勝取れたて情報局十勝マッシュの回をお届けいたします。さまざまな農産物に恵まれた北海道十勝、食材の宝庫といわれるこの地で、なぜマッシュルーム十勝マッシュが生まれることになったのか、その感動の秘話、そして番組の後半ではこの十勝マッシュを皆様方にどんな風にお召し上がりいただけるのか、レシピも含めてお届けをすることになっています。どうか皆さんお腹を空かせてご覧になってください。それではお届けしましょう。どうぞ。まるごと十勝取れたて情報局、イエイ、イエーイ。はい、ということで、十勝マッシュの、釜炊きのこの船橋さんとズームがつながっています。お呼びしましょう。船橋さん、あ、船橋さん、はい、どうも。はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、十勝マッシュのことについてお話聞きたいと思います。まあ、十勝マッシュ、皆さん多分お聞きになったことあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、そして今日その十勝マッシュのことについてはもう船橋さんに聞けということでお話聞いていきたいと思います。まずは簡単に十勝マッシュの紹介をお願いします。はい、十勝マッシュですね。はいはい、ズバリマッシュルームです。はい、キノコのマッシュルームです。はい、はい、トカチで作られているということ。はい、トカチの恵みをいっぱい受けて作られているマッシュルームなんです。それでトカチマッシュという、生意気な名前をつけました。もうズバリトカチマッシュということで、はい、まあ、かなりね、トカチ館内でも買えるようになっているぐらい、まあ、トカチでは有名かなと思うんですけど、はい、国内ではどうなんでしょう、トカチのマッシュルームというのは。トカチがマッシュルーム栽培に非常に適しているところなんですね。というのが、トカチの、まあ、恵み、はい、小麦のわらがいっぱいあること、それからこの万栄競馬場があること、はい、そしてゆえに、馬厩舎から出る馬厩肥が使えて、その馬厩肥が、マッシュルーム栽培にとってとてもいい培地になることなんですね。はい、今この写真、これが馬厩肥になるということですか。はい、そうです。はい、万栄競馬場から運ばれてきました、はい、お馬さんたちが使った後の馬厩肥です。はい、船橋さん、坂田です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。タイミング的にね、やはりその万栄競馬から出る馬厩肥、馬屋の堆肥の肥ですかね。はい、はい。ちょうどその万栄十勝が、まあ、これまでの4条で開催されたのが十勝に集約されて、まあ、その時期とその時を同じくしてるらしいですね。はい、そうなんです。まあ、偶然と言いますか、はい。もうじゃあ10年以上になるということですよね、ちょうど。そうですね、ちょうど10年ぐらいなんですけど、はい、そうですね。だから4条でやってたものはこう一条に集約されたら、当然その堆肥の材料もたくさん出るわけですから、これ、はい、皆さん方が始めようってなったら、そう、これ好都合だったという。そうなんです、そうなんです。はい、これ結局廃棄物なもんですから、やっぱりね、私たちがマッシュルーム栽培してみたいんでいただけますかと言ったら、どうぞどうぞ持っててくれということで、はい、いただけることになりました。マッシュルーム作りには欠かせないものになるということです。はい、欠かせないです。一般のキノコはですね、おがくずだとか木くずだとか、はい、まあ、キノコという通り、まあ、木のくずですとかね、そういうものを培地にして作るんですが、はい、マッシュルームっていうのは土なんですね。堆肥の栽培なんですね。それが昔から、馬厩肥を古くから使われてたというのが、昔からの栽培の方法なんです。はい、それがじゃあ、まあ、十勝、まあ、帯広競馬場があったことでマッシュルーム適してたという。はい、そうです。はい、だからミキティ、これはある意味
奇跡のマッチング。そうですよね。そうですね。もう偶然ですね。どっちが先だったんですか？はい。はい、バキュー比があるからマッシュルームを作ろうと思ったのか、マッシュルーム。はい、先にですね、そこが。鶏が先か、卵が先かみたいなややこしい話になってますけどね。バキュー比があることが分かったのは後付けですね。先にやっぱり、はい、マッシュルームを作ってみようかという発想から始まったんですけども、うん、まあキノコは、まあ、出汁が取れますね、キノコもね。はい、はい、親会社が釜田醤油っていう四国讃岐の醤油会社なもんで、出汁の原料にこだわっていたんですけれども、そこで北海道で鮭節の抽出技術ができたということで、はい、北海道に支店を作り工場を作り、まあ、そうこうしているうちにキノコの工場もそこが廃業してたんで、まあ、手に入れたといいますかですね、そこで作ってみようよって言い始めて、何しようかと言って、マッシュルームってどうなのって、なんか十勝や帯広のイメージに、合ってるキノコじゃないのっていうところの発想から始まって、はい、そうしたら、馬球比、万栄競馬場があるじゃないかと。で、なんか馬球比も麦のわらがいいみたいだぞと。はい、そういう発見発見といいますか、まあまあ、つなぎつなぎでこうなってきたという感じです。じゃあもう偶然が重なって、はい、もう十勝で作ったマッシュルームがもう最高なんじゃないかと。はいはい、あ、これがね、その最高なんじゃないかというよりも、作ってみたら最高ですねと言われて、あ、そうなんですかと。あ、そう、はい、もうじゃあ結果がそうなったっていう。そうなんです。はい、これ今ご覧いただいてますけれどもね、堆肥にこうやって植えるわけですよね、はい、これは種菌をまいたところですね。だからとてつもない量のいい質のいい堆肥が船橋さん必要だってことですよね、これ。そうですね、はい、それを全部地元の、地元で賄えるという環境がこの十勝しかないんですね、日本でもアジアでも。はい、はい、もう本当に奇跡的な。そうなんです。はこれが、ね、私もだから奇跡的にこの仕事にありついたという感じ。いや、すごいです、ね、いや、そこまでこぎつけた皆さんのなんていうか努力と発想力がすごいですけれどもね。いや、まあ、私の発想ではないんですけれどもね、はい、こちらがこれはですね、マッシュル先ほど撒いた、はい、マッシュルームの種菌が、はい、菌糸を張ってこれから、はい、キノコですね、子孫を残そうかというところの直前の画像ですね。この白いのが菌なんですか？茶色い。そうです、これが菌糸です。あ、一面にこうね張ってきます。ただし、ショックを与えないと、はい、ぐいっと子実体といいましてキノコにならないんですね。ショックというのは、はい、そのショックというのがこの黒い土のようなピートモスというものをかぶせて、はい、そして温度をぐっと一旦下げるんですね。するとマッシュルームはマッシュルームの菌が生命の危機を感じまして、はい、そして子孫を残そうとしてぐっとキノコを子実体というものを形成するんです。するとこのピートモスでかぶせられて窒息しそうになり、それから温度下げられやばいっていうことで子実体キノコを形成するんですね。これですか？ギリギリの。そう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 。そうです。やばいってなるとこうなっちゃうという。はいはい、はあ、すごい、こんななっちゃうわけですよ。これがだから今の生命の危機を感じてやばいってなった状況ですね、これ。やばい、もうね、もうこれはもう出てきたんで、もうやばくないですね。この時点ではでしょ。だからやばくないとでもこうならないんですよね、これ。そうなんです。やばいところを超えないと。雷落ちた後にキノコ生えるだとかあるじゃないですか。あ、なんか、なんかしかもそういう場所の森とかによくキノコが生えてたりするイメージありますよね。はい。やっぱりきっかけ必要なんですよね。きっかけね。
で、こそれのきっかけを作ってやるのがやっぱりあの人の手なんで、刺激を与えてあげて。まあ、シュルムってあんまり、自然では生えてないんですね。そうですね、人確かに。が手を加えないとできないキノコなんで、和名も作りたけと言います。作らないとできてこないっていうこと。そうです。白なマッシュルームも。こちらホワイトですね。こんななるんです。ホワイトのマッシュルームあるのは知ってますが、こういうふうになってるっていうのいはや、ね、なかなそうかで見るす機会なね。いですけれども。これ、どちらも日は当たらないところで育ててるんですか？そうです、そうです。収穫の時、作業の時以外は明かりつけませんので、ほとんどもう真っ暗です。白と茶色は何が違うんですか？元が違うんですか？品種が、そもそも品種が違います。そうなんだ。じゃ、菌から違うということなんですね。そうです。種から違います。ということで、引き続きこのコーナーも、やっていきましょう。このコーナーのタイトルは「まるごと十勝とれたて情報局」。引き続き船橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどは、十勝マッシュが十勝でできた奇跡というお話、聞きましたが、十勝マッシュに興味を持った方たくさんいると思うんです。それがどこで手に入れられる、どこで食べれるんでしょうか？北海道であれば、大体どこのスーパーさんでも、十勝マッシュは販売してます。スーパーで見ますね。本当によく、見ますね、十勝マッシュ。その他、どこで買えるだったりとかありますか？一番鮮度がよく買えるのは、この帯広競馬場の十勝村。十十勝勝村村のに、産直市場。ありますね。ここが一番鮮度よく買えます。もうじゃあもう直送でそこにそうで卸す、そうしでてる。す。毎朝私たちが運んで、悪いものを引き下げて、新しいものを納品してます。じゃあもう毎日ちゃんといいものだけが置いてある。
はい、そうです。ああ、いいですね。じゃあもうここら辺近くの十勝の方はもうぜひ十勝村でということですね。そうですね。はい。はい。その他食べれるお店とかもありますか？お店はですね、もうキリがないぐらい、帯広市内、まあ、十勝管内では、100軒ぐらいマッシュルーム使ってるんじゃないでしょうか。いや結で構もね、確かに、まあ、出してない時もあり、出す時もあり、はい、その期間限定のメニューに入ることもあったりもするんですが、まあ、それを全部含めても、まあ、100軒ぐらいのお店は使ってます。はい、使っていただいてます。確かにどこのご飯屋さんいても割と十勝マッシュ見かけることは多いでおかげさまで。す。ちなみに旬の時期はあるんですか？旬の時期？旬の時期ないですね。マッシュルームは、はい。まあ、温度管理、それから全部、コントロールして作ってますので、夏だから冬だからってことはないんですが、ただし、マッシュルーム作りやすいのは、やっぱり春先、秋春口、先、涼しい時期が作りやすいですね。そうなんですね。よりはい。量が取れるということですか？そう、堆肥の発酵が、うまくいくんで、収量は割と多いですね。その時期が。じゃあ特に出回る時期はじゃあ春の方が少し多いのかもしれないということですか？まあ、ただし、出回るといっても、まあ、スーパーさん、量販店さんとかの注文に応じて出しますので、そこまでじまあ、ゃあ、過剰に出すとかいうこともないですはかい。らね。じゃあ年間通していつでも美味しい十勝マッシュが食べれるということ。はい。ああ、あそのりが通りでごたざいいまですす。ね。ちなみにどんな料理が美味しいですか？まあ、最近流行り出しているはい。アヒージョが一番アね、ヒージョ。ああ、おしゃ手れ。っ取り早いですね。はーい。マッシュルームを、そうです、そうです、そうです。マッシュルームを使うことによってアヒージョが流行り出したというのが、まあ、十勝でも、まあ、札幌、北海道でも、マッシュルームを使うことによってアヒージョが流行り出したというのが、まあ、事実ですね。実際ですね。本当にそうですね。なんか十勝のバーベキューでもアヒージョをやるようになりました。アルそうミですね。の、はい、オリーブオイル入れて、はい。で十勝マッシュと、あとお芋だったりとか何でも、はい。もうこの十勝マッシュの出汁が美味しいですね。やっぱりアヒージョにすると。で、一番やっぱり楽な、簡単だってことですね。食材楽に切っできるってて、ことですね。はい、いいですね。その他お料理どんなものありますかね？おすすめしたいのはやっぱり生で食べることですね。キノコって生で食べるイメージがないんですないでが、すマッね。シュルームこそ生でも食べていただける、そうそう、キノコなんですね。生で食べれるサこラれアダ。スパラサラダです。はい。十勝はアスパラも美味しいですアかスらね。パラ美味しいそうでですすかね。らぜひぜね。ひね、5月ですとか6月、7月ぐらいまでは、サラダでもアスパラと一緒に召し上がっていただければと思います。生で食べると風味がまた変わりますか？変わりますね。なんでしょう、爽やかな、香りと味がします。マッシュルームって洗っちゃいけないっていうのを聞いたことがあるんですけど。洗っちゃいけないわけではないです。ただはい。し、洗う必要はないです。ああ、で、必洗う要とない。ちょっとですね、まあ、水溶性の出汁の成分なんで、流れてしまうので、逆にもったいないかなっていう感じですね。で、少し拭いてあげるとかそういうような使い方そうでですか？す。はい。僕らも指でパッパーと払います。ああ、そうなんですね。ああ、そして続いて出てきた写真、美味しそうでこれす。はホね、イ簡ル単、焼き。ホイル焼きですね。ああ、でも丸焼いごてちと。ょっと味付けるぐらいの話ですか、これはもう。そうです。オリーブオイル垂らして、ホイル焼きにして、まあ、ガーリックソルトですとか、あとバターなんかを、垂らしてやる。乗っけて、一緒にホイル焼きしてやるだけで、マッシュルームから出汁がじわーっいと加や、熱すそうるとで出すますので、ね。
これそれこそだし醤油かけても美味しいんじゃないですか。美味しいです、美味しいです。美味しそうですよね。お腹が空いてきますやね。ばい、これはちょっともう見てる人でかなりやばい。時間帯もまずいもん、これ。そうですね。これはやばいですよ。よだれが出てきちゃう。なんかね、ご飯との相性もいいらしいですよ。例えばね、これですかね。炊き込みご飯ですか？釜飯なんですよね。そうそうそう。そうそうそう。あの、他のキノコ、いろんなキノコと一緒にですね、キノコ釜飯みたいにしていただくと、よりあのマッシュルームからも出汁出ますし、美味しいです。いや、この時期ぴったりですね。そうですね。キノコたくさんで、秋冬にほっこり温まりそうな、美味しそう。あの、船橋さんもやはりこの十勝マッシュをね、こうお売りになる、あるいはこの普及させるという意味で、いろいろ料理なんかも研究されてるんですか？いや、私あの料理そんな得意じゃないんで。得意じゃない の顔を。簡単なことしかしませんけど、はい、だから簡単に、簡単に食べれるっていうのが十勝マッシュの良さでもありますよね。そうですね。なかなか白状しないので、船橋さんの作品を今。これですか。はい。これはじゃないですか。これ全然不得意とかそんなことないですよ。これ船橋さん、ちょっとご説明ください。これはあのハヤシライスですね。はい。ハヤシライスにマッシュルーム入れて普通に作っただけですね。それとあと、まあ、あの添え物としてサラダ。せっかくなんで生でも食べる。よく見るとサラダの方にもマッシュルームがたっぷり入ってますね。はい、そうです。サラダは白いマッシュルームなんですか？これはそうですね、はい、ホワイトでもブラウンでも合うんですけれども、まあホワイトもブラウンもあれどちらもあればホワイトの方はサラダに使おうかなと。ちょっと甘みがあるんでホワイトは。そうなんですね、まあ、見た目も白いのが映えますね、サラダに入ると。そうですね、はい。最後にね、船橋さんがもう最強、はい、これ見たら気絶しますよ、はい、食べたくて。なんでしょう。ボロネーゼ。ボロネーゼです、はい。これはマッシュルームは生で後がけみたいな感じなんですか？お店によってボロネーゼのこの、あの作り方がちょっとずつ違ってましてですね、はい、トカチボロネーゼっていうのがありまして、でマッシュルームもあの具材として加熱して炒めたりして使ってはいます。でさらにあのこの料理は上から生のマッシュルームをスライスして散りばめたということですね。これね、もう口に含んだ時にどういうことが起こるか大体想像がつくでしょ。まずパスタの歯ごたえがあるでしょ。でボロネーゼがお口の中でコロコロして味わいがある中に、このトカチマッシュの歯ごたえ尺、やばいです、ね、ダメです。そうそうそう、あのプリッとね、プリッとサクッと両方味わいます。ビュッとこう、なんかこう、あのキノコを噛んだ時の独特のありますよね、船橋さんね。はい、美味しいキノコをね。はい、あの遠方の方でね、あのもうすぐに買い求めたいっていう方がもしおられた場合にはどうすればいいですか？はい、トカチマッシュで検索していただきますと、ホームページ現れます。で通販のページもすぐ探せますので、そちらでマッシュルームに関する製品のご案内はすぐにあのご覧になれます。じゃあそちらの方を見て、はい、すぐにもゲットできるという。そうですね、はい、あとまあ、トカチ館内、あと北海道の方はスーパーに走っていただくと、ということで。そうですね、はい、もうどこでも、本当にどこでも売ってますから。道内の方はもうすぐに食べられますね、はい、もう今夜はもう今見せた中のどれかでいいです。はい、はい、あとあれですよね、船橋さん、あのホームページに確かレシピなんかも載ってましたよね。あ、載ってます、はい、あの和洋中いろんなレシピ載ってます。和食でも中華でも、それから洋食でも、いろんなあのことに使えるキノコですので。いかがでしたか？もう一つのバンスタではこのように地域の情報も競馬と合わせて盛りだくさんで皆様方にお届けをしてまいります。この後もぜひとも皆様ご期待ください。もう一つのバンスタアーカイブス、また次回お目にかかりましょう。それでは。